いや無理でしょ。やばっし。はい、どうも北の落ち人たちのフェルトです。アリ君です。まあ、今回は何をするかというと、今回は何かこれね、卵なんですよ。ちょっと家からダメになった卵をもらってきて。あ、腐った卵。これ何をやるかというと、まあ今回は生卵キャッチボールって知ってますか？あー、生卵を投げて卵を割らないようにキャッチ。うわ、それで、その何メートルいけたかって競うゲームですね。ゲームっていうか競技ですね。今回は生卵を使って2人でピッチャーキャッチャーになってやっていきたいと思います。はい、まずは練習がてら2人で生卵を、まあ、近距離だよね、うん、最初は近い距離でまずはキャッチボールしていきたいと思います。初めてやるからさ、いくよ。おぉ、怖え。怖い。もうきついぞ。早い、危ない、早かった、危ない、危ねえ、くさりよかった。これまずどうしよう、どう、いつから。早すぎ、高めでいくよ、高めで。はい、OK、 いきます。あー、これいった、また、おーい、うまい。生きてた。いや、俺のすね毛がちょっとカラーに黄色に染まってるから、やば、うわお、あ、臭っ。腐ってるから、臭い。19、20。あ、ちょうど20メートル。え、20メートルスタートでいいの？いいよ。じゃあ20メートル1本目いきます。いくよ、吸収が大事。はい、いくよ。あー、無理でしょ。やばすぎ。じゃあ15メートルで挑戦していきたいと思います。いった。いや、無理だ。下手すぎる。生きてた。はい、というわけで攻守交代です。俺が投げます。いきます。おい。はい。うまっ。取れた。じゃあ1メートルで次行きまーす。じゃあ、はい。すげえ。いいぞ。行きます。上ね。オッケー、行きます。えー、っしゃイエーイ。マジでうまいぞ。はい、というわけでついに 25m もキャッチしたので、次はもうプラス 5m、 30m に挑戦します。いくぞ、いきます。うわぁ。惜しかったよ、今球良かったけど。惜しい、マジで惜しかった。もう吸収しきれないよ。まあ、というわけで北の落ち人たちのフェルトハル君の記録は 25m でした。まあ、皆さんもよければ生卵キャッチボール試してみてください。また別の機会にリベンジしていきたいと思います。はい、というわけで北の落ち人たちのフェルトとハル君でした。バイバイ。今日のおかずは照英と野菜。今日のおかずは照英と野菜。